はい、キヌです。ゾンビ姉妹パート4をこれから撮っていこうと思います。では会話から始めてみましょう。あんよあんよあんよ、その体でよく歩けるわね。ある意味感心する。仕方ない、ゾンビ退治にでも行ってくるか。ご飯ご飯、あかりご飯。私もこんな姿になってたっていうの。あかり大事、あかり無事。学校から戻って、その後、大丈夫、守る、あかり、ブジュブジュブシューブシュー、嫌だ、臭いからこっちに来ないで。あかりあかりブジュルル、本当の姉さんはバカよ、何なのよ、まったく。あー、本当迷惑よ、何なのよ、まったく。あかり怒る、よくない、プシュー。あかり笑う、あかり、はあ、この状況で笑えるわけないじゃない。何がどうなってるのよ、わけがわかんないよ。あかりごめん、ブシュ。もう少し空気読んでよね、まったく。あかり歩く歩く、あかりブジュブジョ。ああ本当迷惑よ、言いましたね。うわ、何なのよ、汚いな、ブシュブシュジュ。こういう感じで脳みそを食べる感じですね。なんか大変なことになってます。ではこのまま次に行っちゃいましょう。さて、何なのよこれ、グロ、キモ。水みたいな、ジェルみたいなので覆われてブヨブヨしてるし、腐ったような匂いも。姉さん、こんなのと暮らしてたの？家具が増えたらしいですね。ではショップを見に行ってみましょう。何が、あ、これが増えたんですね。ではこれに変更しときましょう。ああ、おしゃれな家具が上に出ましたね。なんかもうこの水は可愛いですけどね。ご飯、あ、破裂させるんですね。この水のゾンビだったらちょっと飼ってもいいかなとか思っちゃいますけど。では会話してみましょう。あかり、あかりどこ？何この腐った匂い？姉さんの匂いなわけ？眠い、あかり眠い。姉さんその中で寝てるみたいなものでしょ？部屋、帰る？模様替えか、和室にしてみようかな。ほら餌よ、さっさと食べちゃってよ。おいしい、ご飯おいしい。あかり懐かしい。私には懐かしい思い出なんてないわよ。生温かい中に来る。ちょっと怖いこと言わないでよ。ハサミどこよ？同じことですね。姉さんはゾンビの解体に抵抗はなかったの？あかり助ける、大丈夫。ご飯ご飯、あれでご飯食べれてるの？まあいいけど、確かに潰してるだけですもんね。ゾンビ危ない、気をつけて。なんで姉さんの餌のために私が。もうそろそろ朝ね、天気はどうかしら。今日は嵐来る、危険。なんでこんなことになるの、もう嫌。明かり怒る、よくない。ああ、夢なら早く覚めてほしい。夢はかない。なんか今の良かったですね。あかり大好き、あかり一緒。グロいしキモいし、私は嫌いよ。なんか悲しいですね。あかり元気出して、心配。姉さんに心配されなくても元気出すわよ。潤い、加湿お願い。干からびちゃったらどうなるわけ？そうですね、この水が消えちゃうってことですね。多分息ができないんじゃないでしょうか。また学校に行きたいな。あかり学校好き？窓を板で塞いだ方がいいかもしれないわね。風強い、危ない。あかり、あかり大好き。本当になんかあれですね、兄弟仲が。お姉ちゃんが妹のことが大好きなんですね。さて狩りの時間ね。今日はどこに行こうかしら。あかり気をつけて。もう部屋の中がびしゃびしゃじゃない。ごめんごめん、掃除する。お、ゾンビを抵抗、ゾンビを狩るのは抵抗があるなあって言ってましたね姉さんこんな気持ち悪いのと暮らしてたの。あかり大切大切。
まあそうですね、ゾンビだった時はちょっと気持ち悪い感じでしたからね、妹さんも。では進化です。姉さんの面影なんか全然ないじゃん。こんなのただの化け物で人間の姿になるなんて妄想も大概にしろって。何をこっち見てんじゃないわよ。妹さん結構きつい感じですね。ああ、ぐちゃ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 みたいな。で、ほら餌じゃなくって食事よ。芳醇な香り、想像を絶する味に違いないです。ん？憤慨です。ファーハハ、よどるです、我が魂。だからゾンビに魂なんかないでしょ。包帯を取ったらどうなるのかしら。包帯に触れるものは闇の炎に包まれて消えろです。読みにくいですね。あんたの好きなことって何？人の傷跡をえぐるのが好きです。ゾンビは共食いの習慣があるです。まあ脳みそ以外受け付けないわけだからね。ですです、うるさいわね。そうですか、貴様も使ってみるです。復活までにはまだ脳みそが足りんです。脳みそを食べたところで復活できないでしょ。なんか水が流れる音がするわ。我は水が苦手です。姉さんの面影すらないわね。ある意味怖い。我に姉さんの影を見るとは読めないですね。読み切れない。食事を早くしてほしいです。あんた真面目に食べなさいよね。ねえ。貴様何を見てるです。あんたその手どうやって動いてるわけ。ふふ、見える。貴様の未来が見えるです。あんたの自分の未来を心配したらどうなの。ちょっと消えるのが早いですね、文字の割に。なんとも胸のあたりが涼しげです。涼しいとか骨むき出しじゃない。我が同胞たちの勝利の方向が聞こえるです。あんたの仲間ってゾンビのことでしょ。ああ、こんなんじゃ先が思いやられるわ。どうしたです。まあ元気を出すです。ほう、かわいい娘だな。世の妃に欲しいです。はあ、何言ってるの。姉さん女でしょ。もう性別とかなさそうですよね。あ、私にもこんな時期があったのかしら。貴様にも黒い歴史があったに違いないです。なんで手が離れてるのかしら。これが気になるですか。ふわーははははは。こんな進化で姉さんに戻るのかな。貴様の望む姿に進化するです。もうです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 言ってますね。では一旦ちょっとカットしましょう。はい、次に行きましょう。姉さんの長い髪は母さん譲りだね。父さんも母さんももういないけど、姉さんはそのこと覚えてるの？生きてたら姉妹の仲が悪いの困るよね。かわいいですね。なんか今までとはちょっと違うカラーバリエーションが。うわー、ご飯の食べ方かわいくな。はい、では会話しましょう。よどんだ空気が心地いいわ。私は臭くて気が変になりそう。バッキャロー、宿主じゃねえべ。キャ、職種が喋ったキモい。姉さんに戻るのギャンブルに近いわ。ギャンブル好きなの？見かけによらないわね。全然わかんない。どの口が喋ってるのよ。複数の話し声をまともに聞き取れないなんて。マスクを取ると目つき超悪いわね。あなた一度ゾンビになってみる？なってましたよ。何を呼びつけたりして、あなたそこにひざまずきなさい。女王様系ですか。部屋がゴミ屋敷になりそう。あなたちゃんとゴミは捨ててよ。マンション、ああ、あそこね。あのマンション、邪気が立ち込めているわね。この子たちかわいいでしょ？この子たちって触手じゃないの？ねえ、海って見たことある？そうね、小さい頃に姉さんと言ったわ。食事の量が多すぎ。何なのよ。口が多ければ食べる量も多いのよ。ゾンビって念力でも使えるのかしら？ティアラの浮遊術、驚いたかしら？どこで消化してるのかしら。この口は異世界へつながっているのよ。ブラックホールということですね。
何ブツブツ話してるの、うるさいんだけど。あら、聞こえちゃった。口は災いのもとね。何見てんのよ、人が寝てる間に。ふふ、あんた寝顔が可愛いわね。それちょっといいわね。何このティアラが欲しいの。きっとくれますよ。乾燥しているから唇がガサガサよ。一日何本リップを使えば気が済むのよ。口いっぱいありますからね。何個あっても足りない感じでしょう。何見てるの、一匹欲しいならあげるわよ。何言ってんの、いらないわよ。今のセリフ逆じゃないですか。空気がよどんでるわね。口が多すぎてあなたの口臭でよどんでいるのよ。めっちゃひどいこと言いますね。それでは一旦カットしましょう。はい、では続きに行きましょうか。都会に行った後も何かと気にかけてくれたけど、心配なら都会になんて行かないでほしいよ。この家の何が嫌になって出てっちゃったのって、何言い訳なこと言ってるんだろう。実は姉がすごい好きとかっていう、そういうオチですかね。しょっぷり何か出ましたね。お？これじゃないですね。壁紙。これですね。壁紙を使用中にしましょう。おお、なんかめちゃめちゃおしゃれな部屋になりましたね。これはもうゾンビの匂いも気にならなそうです。双子ちゃんみたいですね。これはちょっとなんか姉妹っぽいです。あかりと会話するの楽しいなのよさ。私はこの状況が早く終わってほしいわ。ぐっすり眠りたいのに、泥のようにぐーぐーむにゃむにゃなのよさ。あ、髪がほどけたなのよさ。こっち来なよ、結んであげるから。買い物に行きたいな。買い物って何なのよさ。そもそもゾンビって何なのかしら。ゾンビってあたいたちのことなのよさ。ああ、精気が抜けていくんだのよな。確かに真っ二つになると何か出てるわね。脳みそ真っ二つなのよさ。ちょっと床が汚れるでしょ、誰が掃除する。あかりは何が好きなのよさ。あんたじゃないことは確かね。そんなにこの家が嫌だったの。あたいこの家好きなのよさ。その布切れは何なの。羽衣なのよさ、あげないなのよさ。こんな細い手足でよく動き回れるわね。見た目よりとても頑丈なのよさ。では一旦カットしましょう。はい、では引き続きこのまんま進化させたいと思います。どうなるんでしょうか。翼、それがあれば封鎖を飛び越えて外に脱出することができるのかな。とは言っても封鎖の外じゃゾンビの脳みそは回収できないし、行き場所ないね。なんか可愛らしいですね。あれ、なんか歩くととても人間らしいです。墓にお供え物をしている感じでご飯を食べるんですかね。おお、読めない。今日もいいお天気ね。外は土砂降りは雨が好きなのかな。おお、私の怒りは収まりません。何に対して怒ってるのかわからないわ。何か書くものはないのかしら。羽はペンとしても使えますよ。さあどうぞ。この羽は天から授かった天使の羽。ゾンビ風情が何言ってんのよ、うざいわ。こんなので姉さんに戻るのかしら。私に妹は、妹は墓石の。この食事はあなたに捧げるわ。ちょっと捧げる前に自分で食べなさいよ。今日も美味しそう。今日のご飯は外国人だったわね。外国人の脳みそですか。ほら、食事を早く食べちゃってよね。感謝いたします。何泣いてんのよ。何どうかしたの。妹のことを思い出して。ここはコムボ、快適空間ね。そうかしら。あー、ちょっと食事が羽まみれじゃない。最近抜け羽がひどいの。あなたはいなくなってしまったの。っていうかその墓石持ち歩いているわけ。大空は羽ばたきたいわ。その翼があればあの封鎖を越えられるのに。
先に寝させていただくわ。もうこんな時間か。私も寝ようかな。電気、水道、ガスは止まってるなんて、人間が生きていくには必要ですよね。私はなんて罪深いゾンビなの。ゾンビに罪なんてあるの？なんと言っていいか。謝る前にご飯片付けてよ、まったく。もうここまで人間っぽくなると、そうですね。いろいろやってもらいたくなりますね。そういえば姉さん、小さな頃、翼に憧れてたな。翼に憧れ。それは素晴らしいわ。というわけで、一旦ここで切りましょう。はい、続きをいきましょう。どうなるのでしょうか。おー、かわいい。金髪の姉さんなんて見たことないよ。母、いつも黒い顔してるから派手になったら心も開放的になっていいかもしれないね。そういえばお腹空いたな。そうですよね。人間が食べれるものっていうのが全然ないですからね。お、ペットが。あれ？ペット？この子、もともとでしたっけ？もともと？もともと解放されてましたっけ？変えてなかっただけかもしれないです。おー、うさぎちゃん。うさぎちゃんにちょっと行かしましょう。そこのソファーやばいですね。あれ座ったら終わりますね。あ、めっちゃ普通に食べてる。この子、なんか元気そうですね。ご飯はイケメンじゃないと嫌ですから、絶対反対の食事を用意してやるから。空が落ちてきそう。やっべえ、なんか雲やばいんですけど。この町は年寄りばかりで嫌になっちゃうわ。姉さんもそう思って町を飛び出したの？108に買い物に行きたいんですけど、そんなもんないわよ。隣の商店にでも行ってなんたら。ギャルのゾンビとか笑える、ギャルじゃない人間とか笑えるんですけど。暇だからなんか話してちょうだいよ。あんたに話してる暇なんかないのよ。ああ、進化の法則がわからなすぎ。進化とか超ウケる。キャハハハハハ。あんたちょっと臭いんだけど。はあ、腐ってんのはあんたでしょ。姉さんってギャル願望あったわけ？ギャル最高。つうかあんたも髪染めたら？やだ、湿気で髪の毛がぐちゃぐちゃ。見た目にはパサパサに見えるけどね。うろうろするのやめてくれない？うるさいな。考え事してるんです。あの、お互い強気ですね。ギャルになると。紫色の空が心をかきたてるよね。紫色って死のイメージ。包帯の在庫がなくなってきてるんですけど、新聞紙でも体に巻きつけてなさいよ。イケメンと一緒がいいんですけど、私だってあんたと一緒なんて嫌よ。ほんと、姉さん本当はもうこの世にいないんじゃ。あんた姉さんこの世にいるんじゃね。そういえばこの子顔に継ぎはぎがないのね。顔の継ぎはぎは化粧で隠してるの。なんでこんなギャルになってるわけ。このハサミで何考えてるのかしら。私、何髪切ってくれるわけ。あんたウサギ好きなの。マジ可愛いんですけど。やっべー。はあ、田舎臭い場所ね。だったら都会に帰ればいいじゃない。もうなんか同じ感じですね。なんか面白いことないわけないからさっさと寝てよ。ではカットしましょう。はい、続きをいきましょう。どうなるのか。姉さん、人間になったら教えてほしい。毎日ゾンビ倒して脳みそ取り出してたら気分悪くて食欲なんて湧かないと思うんだけど、脳みそは美味しそうなんだよね。まだゾンビのあれが残ってるっていうことでしょうか。おお、結構派手な脳みその潰し方ですね。これはでも食べてるって言えないですね。なんか緑色が心地よく感じ、いや違う、ふふふ、あなたもこの色の良さ。あなたの脳みそは私のもの、誰にも渡さない。私のものよ、勝手にあんたのものにするな。
スカート履き替えたらボロボロよ。うふふ、スカートも切り刻んじゃおうかしら。うふふ、あなた美味しそうね。ちょっと何怖いこと言ってるのよ。キャ、脳汁が飛び散るじゃない。あなた緑色がよく似合うわよ。うふふ。自分の脳みその味ってどんな味か知ってる？どんな味なんだろうって何言わせるのよ。プレーリードッグ、犬の脳みその味かしら。トロは犬じゃないわよ。はあ、何もかも憎いわ。私はあんたが憎いわよ。うふふ、脳みそを切り刻むのは楽しいわ。あんた趣味悪いわよ。喉が渇いたわ。飲み物が欲しいの？緑色のジュース飲む？この猫ちょっと愛想ないわね。クソが。ちょっとトラジのこといじめないでよ。姉さん、こんなに病んでた時期あったのかな。病んでなんていないわよ。うふふ。この紙でゾンビどもを切り刻みたいわ。うふふ。あんた今度から食料調達してきてよ。あんた本当に私のこと姉だと思ってるの？どうなんだろう、自信がなくなってきたわ。ちょっとショップに出かけてくるわ。あら、必要なら私も一緒に行くわよ。ひよこの脳みそって美味しいのかしら。ちょっとピヨマルに何すんのよ。そのリボン可愛いわね。人間の血が染み込んでるの、綺麗な赤でしょ。あなたと話していてもつまらないわ。じゃあ話しかけてこないでよ。カーテン開けようかしら。やめて、太陽の光が嫌いなの。ほら見て、綺麗な緑色よ。はあ、快感。ちょっと何してるのよ。鬱陶しい、何もかも。マジ鬱陶しいから部屋の隅にでも行ってよ。もう時間だわ。何？世界の終わりのような顔しちゃって。もう結構同じことですね。うふふ、あなた美味しそうね。これ喋ったかもしれないですね。もう大体同じ感じになってきました。結構かぶってくるんですよね。まだ全然喋ってないこともあると思うんですが、まあ、これで、そうですね、このパート自体を終わりにしたいと思います。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。次は多分エンディングになると思います。では。